朗報、阪神いつぼまたホームラン、早くも3本目、岡野から。落ちてきてたけど長打出るのすごいわ。やっぱガチの天才やな。早めに1軍上げて課題出した方がええレベル。ただの化け物敵。いつぼうやん。ウエスタンで OPS800 超えたら十分やろ。打撃完成形は内川だと思う。一軍があれして消化試合になったら30打席出してもいいが、それまでは2軍で徹底的に体作らせておくのがいいな。長打力まであるのやべえわ。いつぼってドラフト前有名だった。マニアなら知ってるくらい。ドラフト雑誌とかでも詳細はなかったんちゃうかな。今年優勝できたら来年ゆっくり一軍で起用できるやろな。しかしあの構えからようこんなに打てるわ。マースパイスの若手は2試合2分の試合に出したら1試合は出さずに体作りさせるのはええんちゃうか。右打者やしとんでもないバッターになりそう。高卒ルーキーでホームラン3本って結構よくね。シーズン10本いったら相当いいんやろ。高卒ルーキーがウエスタンで10本打ったら新記録や。ウエスタンの高卒ルーキーの記録が桜井と井上の9本で、その記録も15年ぶりくらいに井上が並んだとか、そんなレベルやで。普通はファールになるんやけどな。肘の使い方が相当うまいんやろな。